ホーム最終戦、たくさんのお客さんが来て、陽気も、もう晴れて、夏日、いろんないい条件でお互いが残留が決まって、思い切ったサッカーが、相互にできるというような背景だったというふうに思います。試合の方は、結果0-0 で、お互いに、チャンスがあって、で前半の途中で藤枝選手が、退場になるというような、アクシデントというのかな、サッカーでよくあるかもしれないですけれども、12人になった相手に対して、私たちが攻めてというか、ボールを前に運ぼうとして、カウンターを気をつけながらつきますけれども、そういった展開の中で、試合は45分、前半の最後になったというふうに思います。最後の質っていうのは当然よく言われることで、僕も言いたいところで、選手も持ってるところで、全員がそう持ってる中で今日試合が終わったかなというふうに思います。ボールは1個ですし、大きさは同じですし、最後ピンチになったりチャンスになったりするっていうところは、決定機に関して言うと人数っていうのはさほど関係なく、それはハーフタイムに選手とも共有しましたけれども、もう一つ、例えばクロスのところでシュートですとか、シュートを打つべきところで、もう一個時間がかかっちゃうとか、そういったそのズレ、ちぐはぐさっていうのは、やはりトレーニングしっかりできていないんだなっていうふうに、僕も、痛感はしています。とはいえ選手は最後までよく走ったと思いますし、ビールさんのいくつかのポイントに人数を集めてきたりとか、変化をさせてくる中でしっかりと対応し、よくある展開になりましたけれども、決定機が全くないわけではなく、決定機まで運びましたが、そういった点では選手の姿勢、走ったこと、あとスペースを見つけ出すね、コンビネーションっていうのは褒めたいなと、与えたいなと思います。ただクオリティ最後こじ開けたければ8年さんは来ませんから、そういったところの質、パワーっていうのを、残り試合ですけど、またしっかりと残像を残し、悔しさを最後のゲームでまた全く違う試合になると思いますけれども、話したいというふうに思います。以上です。今日は NHK の徳島の取材で来ましたフリーの小沢と申します。お疲れ様です。最後の質のところを具体的に聞きたいんですけど、監督としては今のこう編成上、選手をこれは変えないと例えば来季以降難しいのか、それとも今の選手の中でもトレーニング次第で可能だと思っているのか教えてください。そうですね、どこに入っていくか、場所を取るっていうことに関してはトレーニングで十分詰めると思ってますし、クロスをいつ上げるのかっていうか、いつ入れるのかっていうところに関してもトレーニングで改善はしていけると思います。ただそれ以外 そのチャンスを決定というか、それほどチャンスじゃないようなチャンスを決めるというか、そこに関して言うとやはり、違った力というのは、当然上に行くためには必要になりますし、そういうチームが勝っていく、でその内容というかチャンスの数と勝敗というのは関係がありそうで意外となかったりしますし、そのどちらも突き詰めていかなければいけないですけれども、僕にできることとかチームができることというのはやはりその回数を増やして、いつどこをどんな風に取っていくかっていうところ、それを突き詰めることは十分このメンバーなら可能かなというふうに思います。後半のところでいうとかなり押し込める展開ができたので、特に右は杉森選手を中に入れて西野選手を上げる、で左は西矢選手のここで剥がせるっていう形を作ったと思うんですけど、ただこう押し込んで相手が引いた状態の時の例えばニアゾーンポケットの取り方でいうと、あまりそこに侵入していくような選手がいないなっていう印象を受けたんですけど、監督そこ後半の押し込み方はどうご覧になってますか。そうですね、もうおっしゃった通りで、右は基本的には西野が、左は西矢が幅を取るというような、やり方というか、相手が10位になるというのはハーフタイムで分かってましたから、そこで、僕たちのパワープレーというか、そういった状況を作ったわけですけれども、
まあ、やはりあのニアゾーンというかペナルティーボックスに入っていく動き質タイミングっていうのはやっぱ合わなくなると走れなくなってくる、うん、でその前し前の試合その前の試合っていうところがかなりスムーズにはいけていたので、まあ、逆に、まあ、僕の方から、相手が、まあ、ブロックを組んで引くでその中で最初のチャンスを逃していったらもちろんニアゾーンを取りながらなんだけれどもそのサイドを変えていく、うん、サイドを変えて目線ずらして相手をよりこう圧力をかけてカウンターのリスクを減らしていくっていうようなことも必要だっていう、うん、とにかく詰まったらサイドでボールを浮かせっていうような話をハーフタイムでもしてたので、まあ、その辺が少しこうここ2試合でうまくいきかけてた流れっていうのはもしかしたら積んじゃったのかなっていうふうに思います、うん、あと前半のところに振り返らせてもらいたいんですけども立ち上がり早々森選手が抜け出してっていうところはおそらく相手のセンターバックは結構ダイナミックにスライドでついてくるんでその背後っていうイメージがあったと思うのでまさにそのひっくり返しのカウンターで決定機作りましたしあとはまあ森海斗使いながらのこうロングカウンターも効果的にロングフィード特に長木選手のこう配球が今日は良かったなと、まあ、杉本にも決定機生まれましたしあの辺はこう保持型でグランダーばかりではなくてやっぱり相手を見ながらひっくり返すときにひっくり返そうという形で落とし込まれてるんですか。なかなか時間はかかるんですけれどもやはりボールを保持するってなるとその長いボールを使ったりひっくり返すことへの罪悪感っていうのはやっぱり僕も指示しながら感じますし、でも絡んで大きいスペースを最初に使っていく相手が動かしたスペースを自分たちで動かすことができたスペースの方が見つけやすいですし、うんそこを使ってダイナミックに使っていくっていうのは、まあ、本当にセオリーというか、まあ、当然のことで、まあ、その辺はなんかこう、うん、いい着地点を見つけながら進めてはきてますけれどもかなり今日もドカウンターでっていうような表現になっちゃいますし、うん、僕も選手に分かりやすくそういう感じしますけども急に来るチャンスっていうのは結構あるよっていう、はい、でそれを常に特に3トップは、はい、相手が自分をついてくる、自分についてくるから、うん、そのできたスペースにダイナミックに走っていくと、まあ、大体が決定的になるんじゃないかっていうようなことで、はい、やってました。すみません、ありがとうございます。この辺で、はい。